はい、ということでね、頑LP100 張れ。まで回復させてきました。一回昇格戦行ってるんで、1勝の、勝利を初めからもらえてるんで、3試合中の1勝した状態からスタート。残り2試合で1勝すれば昇格。さあ、それじゃあ行きましょうか。いつもの、トップサポでレッツゴー。さあ、おし、トップ3番。まあ、今、ガレン強いからね、勝率2位、トップ勝率2位。唯一負けてるのがクイーンだけど、クイーンは消すから。いけ。もうガレン安定だわ、今は。ということで、クイーンには消えてもらおう。今、クイーンね。ガレンが苦手なのがもうほとんどチャンネル登録いないんしですました。ね。ティーモとクイーンが苦手なんだけど、クイーンはね、別レーンに行っいいちねゃしうけゃろ。ど、ティーモは別にね、レーンで自分が耐えればどうにかなるから。中野さんファイツ。それに比べてクイーンはちょっと別レーン食べに行っちゃって、食べられると自分もきついし、他のレーンにも地獄だから、もうクイーンバンね。今クイーンが1位なんで、勝率。クイーンバンで安定かな。向こうがファーストピックだから、3人分かった状態で俺がキャラ選べるね。つってもどうせガレン選ぶんだけど、誰でもガレンでいいよ。 まあ、ダディもあれの可能性あるからね。我が剣と忠誠はデフバーシアのためファイに。ター ADC のダディの可能性もあるから、まあダディ相手だと戦ったら勝てないんで、素直に11まで我慢だけど。正直苦手なキャラで、選ばない、赤身。ガレンって強いんだ。今はガレン強い、トップ勝率2。誰相手も53%ぐらいの勝率あるから。ブリッツかー。普通に考えたら、ヤスオミッド、ダリトップ、ケインジャングル、ナミで、カーサスかな？カーサス ADC かな？まあ、ダリ ADC だってヤスオトップだから、こっちは楽なんだけど。最初仕掛けに行くことになるか。いや、ブリッツじゃなくなった。っていうかさ、ヤスオか、アーリミッドが先出しでヤスオ合わせられヤてるスかオら、かな ADC りできしょ。ついから、俺ミッド行くのもありなんだけどな。まあまあまあ、それももうすぐわかる。あ、空神。まあ、ダリ相手に攻めるなんてバカな真似はしないんで、俺は我慢だよね。うまいこと髪色着てくれたらボコるんだけど。皆さん、ダオ。サモナーズリフトへようこそ。悔やんだところで、奴らに救いはない。空かが来てないのも怖い。買い物はミニしてオンない。出撃まであと30秒。落ちてはない。買い物してるね。 OK。 全ての魂は我が臣民なのだ。まあ相手も来ないみたいだし、普通にね、トップに帰ろう。まあ誰に絡まれたくないんで、安全なところからミニ帰オンろう。が出撃しました。不意打ちのね、AAQ 入れてからでもガレン負けるからね。征服者、ゴースト、戦わない。ジャングル来た時に体力残しといガレンてやっね、ぱトップ。一緒にボコるのが一番。ガレントップ以外はきついと。あれ？ミッドだ。いいのか。ヤスオ ADC か。
何とも言えない。ウエスターの可能性もゼロではないけど、あー急スタか。まあカーサスとヤスオだったらヤスオが ADC よね。マジきつい。まっすぐに先行されてるとは。これ無理や、ね、引っ張られたら死ぬから CF 我慢するしかない。ケンスタか。頑張ってください。ワードを気に入ってないな。つらいつらい。知ってる知ってる。生ける神の姿、その目に焼き付逃げても無駄だ。いいか。さすれば栄光は訪れる。そこにいた。助かる。今のは殺しときたかったな。もったいね。これ終わったらパイク使ってください。パイク持ってない。もったいないって言ったらもったいない。種族の宝も役に立つかもしれんな。ファーストブラッド。お、ナイスファーストブラッド。パイクは強いぞ。団結か混沌か、あるいは修正か破壊か。レベル先行されてる。はい、ありがとう。ワードを気に入ったが。攻めないからね。タワー下に読んでジャングルと一緒に戦いましょうと。しては毎回死にかけてんな。敵を倒しました。これほっといたら勝てるやつやな。敵を倒しました。
ふぅ、ダメージ交換失敗しましたよ。神湯やっぱりダイヤだけあって上髄はうまいんだけどね。ダイヤ大水尾さんだったけどね。あいつ食ってきやがったな、フルーツ。うっそう。イエーイ。ダリはダメなんだって。 A から入らないと絶対ダメージ交換で負けるんだって。知ってるから絶対俺相手に A から入らせねえもん。ピンクあったよな。マジだよ。名古屋の味噌煮込みうどん食いてーよっ。もうファージ買ってる。この品をデマーシアの名のもとに清める。団結か混沌か。一個ぐらいはポット持っとくか。俺はテレポないよ。ここにいる。神湯さんのレベルが倒せって。なかなか無茶言ってくれるわ。まあ倒せるけど。味方がタワーを破壊しない。もうおったの。すげえな。奴らの悪行の痕跡残す。あー来てる来てる。神が結構キルしてくれてるし。これはナイス。敵を倒しました。ハハハ、よし勝った。よし昇格昇格。ウルトあるから攻めろって話だな。バフも美味しい。勝った。でミッドも押してる。ボットも買ってる。これ15分差じゃないかな。敵を倒しました。勝ったな。いやーよかった。2敗した後の1勝で昇格だわ。で余裕こいてるとこれやばいやつ。カーサスさんのウルトは来たよ。使ってたよ。これで俺に変えられた時点でもう。敵を倒しました。いや、ゼロ九。
あと早ければあと3分で俺は昇格できるかもしれない。ソラカがエルトカーサスの存在意義がなくなってかわいそう。ウルトのタイミングで生きてって言ったらいいもんね。味方強い。昇格。殺せって。まあソラカーと出しだったし。殺せってまあ勝てなきゃないけどなかなか無茶を言うな。カーサスのウルト見えたらウルト使えば勝ちよね。もう変わるって。順調に行けば2コア半まではソラカで返せる。俺のタワーこれ、ボットがトップに流れてこれるくらいになってしまったか。15分されの可能性結構ある。ダリまだクローノ変えてないしよ。俺もクローノと忍者旅まで変えてるからワンコンで殺せんじゃないかな。あれこそが出回し屋だ。待て、ダリの靴。マーキュリーだったね。正しき王は正しき民のため。リデンプションももう変えちゃったの。倒せなかった。そして私11。このまま試合を畳めれば余裕でしょ。トップあるならヘラルド寄ってもよかった。ケインここで撃った。畳めないのがソロクなのよ。折れなかったか。あれ、なんか誰か死んでる。何だったんだ。相手霊が強いからさっさと終わらせたい。奥で倒したな。敵を倒しました。これボットいじめてもいいんだけどな。まあまあ安全にヘラルド取って、俺が持ったフリットする。
まあ、ウェルに任せてもいい。悔やんだところで奴らに救いはない。403。ウルトいる？今の。そんな下手に残して倒せないよりは絶対殺すマンの方がマシ。下手にね、出し惜しんで殺せないぐらいだったらぶっ殺した方がいい。どうせガレンのなんかすぐだし。ジンが攻めるね。お前ら、お前らいくらなんでも来すぎだって。大丈夫、テレポある。まあそうなる。いやそんなガレンために、わら。4人攻め。先に4人に攻められたら辛いわ。タワーとキルさやばいな。グローバルゴールドもう1万超えてると思うね、多分。左がボコられた。安尾に 675G。そして世界の全てを。来てるね。逆に言うと相手はそれしかやることない。ボット追ってる。いるよ、ここ。いやいやワンコンで終わるけど。はい。いやーん。陣調子こいてる。もうすぐアーリがミニオン連れてきてくれるよ。ひどい。生きて。味方がインヒビターを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。ああ、ジャスティスって言えなかった。ウルトない。
いやー21分煽るな。いやーやった昇格だぬるい昇格戦だったぜ。俺も十分キャリーだって。まあまあボットが強すぎたね。この試合おかしいな。この陣シル5で平均なんだゴールド5ぐらいのランク帯に、お完璧な陣のシル5の陣完璧プレイ。ショットゴーラー、ソラカがめちゃくちゃうまかった可能性あるねこれ。ショットゴーラーをプレゼント。まあカミールさんありがとう。GG。 あ、ノクサスがいる、戦いで一勝4個達成してる。出回しやー私です。ビルトーバー、ビルトーバーってどこ。おめでとうございます。あなたはジリアン・ルーンの術師シルバー2に昇格しました。今後もお祈りしています。はい、ということでね、無事昇格です。いやー、ただ俺 S 取ってない。515でキャリー成績だけどね。それよりも稼いだジン、そしてミッドソラカで、カミールもうまかったし、別に俺も負けてないと。つまり負ける要素がどこにもなかったね。いやーよかったよかった。ね、せっかくなんで詳細情報グラフ、与えたダメージ。今ね、誰でもガレンに勝つのきついから、戦い方分かってるガレンだったら、あのダリ攻めたら負ける。逆にガレンが攻めたら勝てないから、ダリがミスったタイミングで突っ込んでいくと勝てるっていうね。だから正直昇格戦以外で、あのガレン取られたらむしろドロップした方がマシじゃない、どっちした方がマシじゃないかなっていう。ビルトはケイトリンとかがいるとこ。抜けたダメージ量ね、これちゃんとダメージ受けながら戦ってる。さすがに4人に囲まれた時はどうしようかと思ったけど、いやよかったよかった。きっとね、視界スコアもちゃんと取ってるはずさ。20普通だ、まあ、相手のやつとか6だしね。それに比べたらやっぱちゃんとね、ワード大事。いやー、はい、ということでね、あよかったよかった。じゃあ次はね、シルバー1昇格戦でお会いしましょうということで。いやね、1勝しかしてないのに昇格しちゃっていいのかしらっていう感じはするけどね。まあその前の2試合はちょっとひどかったからね。じゃあね、また、シルバー1に LP100 貯めて挑戦したいと思います。それじゃあね、次はシルバー1昇格戦をお楽しみに。